はい、おはようございます。宮下です。明日太平洋クラブ実りコースで、リンゴルフオープン実りが行われるんですが、その、練習ラウンドとしてやってきました。なぜかというと明日僕は出場するからです。今日練習ラウンドすれば明日は100切りできると思っております。明日試合で100切りできるのか頑張りたいと思います。はい、そして今日使うボールはですね、あのキャロウェイから出たマグナというボール、なんかね 3% くらいでかいボールで、 3% 直径が大きいと重心が普段よりも上に上がるから球が上がりやすいと。あとなんかパターとかもう直進性が上がるそうです。安心して打てる、まあ、重心高くなるんで安心して打てる、でかいので安心して打てるということで期待しています。頑張ります。はい、木に枝に絶対当たると見せかけてあれを低く打ってやりたい。本当か。うまいじゃん。乗っただけ。あ、そう。いいじゃん。最高。今日は2019年ルールを早く取り入れるということで、ピンを刺したまま打ちます。これ左に曲がるの？はい、ここまで来ました。前半の18番、9ホール回ってきました。ここまで44です。いいですね。明日は100切りできそうですね。頑張ります。じゃあ打ちます。あ、もう攻めちゃった。よいしょ。はい、残り190ヤードでございます。ちょっとね、あそこに池があって怖いので6番で刻みます。5番ウッドは使いません。で、多分右に行って池じゃないかなと思います。はい、午後になりました。ここは第何ホールでしょう。パーナンバー4、パー4です。ここまで3オーバーか4オーバーなので、まあこんなもんですね。頑張ります。でここは OB してもいいんで、マンブリできます。第5ホールですね。ここ第5ホールでプラス7くらいなので、まあ100切りできる普通のペースだと思います。ここはミニドッグレッグのコースです。あのバンカーまで多分220ヤードくらいあって、まあ普通は5番200ヤードくらいはあっちに寄って150ヤードで2オンっていうのが上等なコースだと思います。はい、ちょっとボールの話をします。このボールなんですけれども、直径が大きいおかげで、重心がまあこの高いというおかげで良かったことが2つあって、僕パター打つときにヘッド浮かせるんですよ。なのでトップしづらい、こういう当たり方しない、ちゃんと芯に当たる、ポーンって行くっていうのが1個良かったのと、グリーン周りで打つときもなんかダフんないっす、上がりやすい、ポーンって
大きいからか重心が高いからか知らないですけど上がりやすいです。よかったです。はい、じゃあ話戻りますけど、200ヤードであのバンカーの手前を狙うのが多分上等な手段なんですけど、僕はあの枯れ木の上を狙ったらどこに行くのかを知りたいと思います。ちゃんと入ります。でかくても入ります。入ります。はい、今あれです。最終ホールに来ました。ここまででなんと4イン48、アウト47で今95です。で最終ホールはパー5です。ということで僕はバーディーを取らないと100切りができないというやばい状況です。楽しみですね。頑張りましょう。はい、これ緊張した時に使うといいと言われる練習器具、ロックフィット。これが韓国式でいいらしいです。これができると、まあ、こう溜めて当てる感じが分かるんじゃないですか。で、こうすると音がうるさくなる。あ、もう迷惑でしかない。だからこのくらい。そう。向いてた方打ちました。まっすぐ。はい、お疲れ様でした。最後12打も叩いてしまいました。まあ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 、まあ、練習ラウンドなんで。これもんでいいんじゃないのかなと思います。そしてそれでいいんじゃないですか。はい、明日頑張ります。ありがとうございました。楽しみに見てください続きの動画。